ギガ連射。さあ、やっていきましょう。今晩やっていくのはこちら。クターのシャクトリー・イン・ザ・シーです。シャクトリー・イン・ザ・シーです。って言ってはいるけど、何なんだろうね。何なんでしょうね。そしてこの気になるロゴ。右上のロゴ。北海道ボンボンシリーズ。ん?っていうね。ん?何なんこれ?何なんこれ?わかりません。何もわからない。今回は特に輪をかけて何をするかよくわからないゲームです。はい。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、水の中をくねくね動く、うねうね動く、脅威の無表情キャラクター。鮭やウニなどをかわしつつ、ホタテとカニをゲットしよう。鮭を取るとダッシュして、スピード&スコアアップ。だけど、障害物に気をつけよう。障害物にぶつかってしまうとゲームオーバーだ。ん?あれだね。北絵っぽいね。北絵、行こうランララン。北絵、行こうランララン。出会いの街、恋が生まれる。夢踊る、北絵スキップ。ん?ホタテ美味しい。ん?ん?ふんふんふん。美味しい。いくら?鮭?ホタテ美味しいはわかるんだけど、あと何が美味しかったか忘れちゃったな。まあ、期待の歌っぽいですよね。気になるのは、鮭を取るとダッシュしてスピードスコアアップするなのに、鮭やウニをかわしつつっていう、このあらすじのこの文章、この文言がちょっと気になりますね。取ったらいいの?取ってはダメなのか?取っていいのか?まあ、始めてみますか。ちょっとね。まずはぶっつけ本番。やってみましょう。まずランキングから。まずランキングを。おー、1位はセシル。この人ほんとなんかいろんなところの、いろんなゲームの上位を独占してるな。すげえ。すげえ。1513。これは常識的なスコアなの。上記を逸したスコアではないの、これは。怖っ。1500って。こんな世界なのこれは。やろうぞ。おお。宗谷岬って書いてあったね。ほう。お。お。キモ。さっきは取っちゃダメだ。下手か。鮭取っていいかなって一瞬思った。鮭取ったらダメじゃん。なんだろうな。ああ、フェイストラッキング外れちゃった。クリックしたらね、クリックしたらなんか、尺取りするんだよ。そこそこ書いて。いや、どうすりゃいいのこれ。何すりゃいいのわからん。わからん。なんだこの世界は。おう。カニ食べた。カニ美味しい。ウニは浮いてるよ。ウニが浮いてるよ。これ、と、このさ、この引っ込むやついつ使うの?使いどころがわかんねえ。これは何、いつ使うの?ダメだ。面白いな。これは面白いですね。ああ。教えてほしい。いつ使うのか、この尺の、尺取りパートはいつ使うの?どういう時使うの?使うんだよ。わかんねえよ。わかんないよ。すごいな、このゲームは。すごい。すごい。わかんない。怖い。まだ何をすればいいの?
いけないよ、これもう。教えてくれ。教えてくれ。どうすればいいんだ、これは。わからないことだらけだ。やばい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 。今まで一番機嫌だな。買わせねえよ。どうすりゃいいの？サキが4連こうなってたらさ、もうこの子に入った時点で負けじゃん。目が覚めたわ。ちょっと眠かったんだけど目覚めたわ。すごすぎる。クーターのシャクトリンザシ。おーい、よっ、おー、リンゴが取れ。はぁ、いや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 、難しいなぁ。よっしょい。シャクはさ、どういうタイミングで使えばいいの？使いこなしたいんだけどな。使いこなしてるかな。カニが食べたい。よいしょよいしょよいしょ、うまい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 。うまいんだったんだけどな。うまかったんだけどな。リンゴにつられたな。リンゴ食べさせて。これは、面白いな。面白いよ。この尺をさ、いつ使えばいいのか、使いどころが全くわからん。ホタテよりカニの、リンゴが取れる位置にないんよな。どうやらカニの方がポイントは高いんだけど。よし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 。基本的に、ちょ、リンゴ取りた、リンゴ取れ、マウスカーソルが画面外に外れるな。ホタテを取っても1ポイントしか得られないから、あんまり使いたくないな。いやー、わかんねえな。めっちゃ貯めるのとか、使いどころが全く。いつ使うのこれ。こういう感じ。あ、尺やっても、言ったことにはなるね。リンゴ取りてー、リンゴ取りてー。そうなるよな。こうなった時点でさ、そのここでこの尺チャージ中はさ、右にも左にも行けないからさ、そうなるよ、そりゃそりゃそうなるよ。これで1000超える尺はさ、すげえわ。このゲームは、難しいっていうか、どうポイントを稼いでいいのかがわかん。これもダメだもん。当たるしかないもんね。これ貯めた時点でね。ハイスコア。取れないんだよね。あ、いい感じ。だよね。だよね。ここを攻撃する気はしないしね。今まで一番機嫌だな、こりゃ。シャクトリン雑誌。シャク取りをしていきたいけど、正直余裕がないね。まあ、なんだかわしたけど。当たってるか。この顔がもう、顔が全部当たり判定なのね。点じゃなくて顔なのね。点と思いがち。カニが、リンゴはなんかもうあの位置取れないよ、もう。これで、これはもう分かった、これはもう分かった。ウニはっていうか、サキが上に上がってきたよね、今。まっすぐじゃない動きをしたよね、今。これをラストゲームにします。もう泣いても笑ってもこれを最後にするよ。集中力。
よしよしよし、いい反応。いい入れ方をした。よし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 。尺取りしていきたいんだけどな。どこで挟めばいいか分かんないんだよ、これ。いやだからそこに上に上がってくるから分かってやっても分かってても当たったりするのもダメだ。ベストスコアに行かないか。だがこれもうこの後やっててもなんかこう、ずっとやってることになりそう。いや、もうだ、ランキング見るつもりが、つい押しちゃった。泣きのもう一回。ダメじゃねえか。終わりじゃ。今日もおしまいじゃ、これは高得点取れる気がせんな。全然せん。40。上の壁が熱い。熱すぎるでしょ、上の壁が。はぁ、難しいね。本当に難しい。もしよかったら下の方にね、下の概要欄のところに URL 貼っとくんで、チャレンジしてみてください。まあ、もちろんパソコンからじゃないとできないけど。これはわからんよ。どうすりゃいいんだろうね。こんな100とかいける気がしない。全く。ひぇー。ということで、まあ、今日はここまでにします。はい。ほんなまた。